はい、お疲れ様です。はい、おはようございます。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。はい、まず、図柄入りナンバープレートデザイン案の一般公募についてです。岩手ナンバー、それから盛岡ナンバーの導入、図柄入りナンバープレートの図柄デザイン案の一般公募を開始します。地域振興、観光振興や地域の連携強化、一体感の醸成を目的とするものです。岩手県と盛岡ナンバー地区が合同で実施します。募集期間は今日からスタートということで、9月24日までの35日間になります。一人につき複数作品の応募が可能です。各ナンバー地区の地域イメージを表現していることなど、募集要項に定める条件を満たしていることが必要でありますので、詳しくは県ホームページの募集要項をご覧いただきたいと思います。岩手ナンバーと盛岡ナンバーの最優秀作品を応募された方には、岩手の特産品セットが贈呈されます。岩手県や盛岡ナンバー地域の特色、豊富な地域観光資源や地域イメージ、こうあってほしいという地域の将来像など、各ナンバー地区の自動車使用者の皆さんが自らの自動車に取り付けたくなるようなデザインの応募をお願いしたいと思います。次に、平成28年度岩手県芸術選奨及び岩手県美術選奨受賞者の決定についてです。平成28年度に優れた芸術活動及び芸術、平成28年度に優れた芸術活動及び美術活動を行った本県在住者等を表彰するものです。今年度から文化芸術振興施策の一層の推進を図るために知事表彰といたしました。今回の岩手県芸術選奨受賞者は長澤正弘さん、野中康之さんのお二人、そして岩手県美術選奨受賞者は飯坂真紀さん、上野あずささん、佐木悦太郎さん、早坂幸子さん、藤川健さんの5名です。表彰式は8月25日にサンセール盛岡で行います。以上です。以上で知事からの発表を終わります。本日の進行は朝日新聞社の大垣記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。朝日新聞の大賀です。よろしくお願いいたします。それではただいまの発表事項について各社から質問があればお願いいたします。岩手日報宮川です。はい。図柄入りナンバープレートなんですが、これまあデザインを使用するかどうか任意のようですから、その広く利用されるためにはですね、万人受けするようなデザインというのも必要かもしれませんし、地域振興という意味ではですね、ある程度こうインパクトのあるようなデザインの方がいいかもしれないとも思うわけですが、地域としてはどのようなこうデザインを応募してほしいとお考えでしょうか。これいろんなパターンがありえると思いますので、そこはもういかにもこれだなっていうようなの絵の期待がある一方で、こう見たこともないようなものがこう応募されることへの期待もあります。このスケジュールのところでですね、県民投票というのがあるんですが、はい、あまりその県民投票って今までなんかそういうのあったかなとも思うんですが、具体的にはどういったやり方をお考えなのか、またこの県民投票で最終的な案を決定するということでよろしいのか、お願いします。
まず10月中旬に、学識経験者やデザイナー等で構成する選定委員会で複数の候補デザインを選定し、その後10月下旬から11月中旬に、県民投票を実施するという段取りで、ありますけれども、詳しくはこう追ってやり方をこう発表していくことになると思います。ありがとうございます。その他はございますでしょうか。おはようございます。岩手日報の山口と申します。はい、本年度から知事表彰の始まった芸術選奨および美術選奨についてお聞きしたいんですけれども、はい、知事表彰ということで受賞者の方々のモチベーション等にですね、今後つながることがと思うんですけれども、改めてこの賞自体のですね、賞というかこの美術選奨、芸術選奨に期待することというのはどういうふうなことがあるかお聞きください。あと一応知事表彰ということだったので、今回の受賞作品を目に触れてどのようなご感想を持ったのかというのも合わせてお願いします。はい、この作品自体の良さというのはこう今までもそうだったわけでありますけれども、知事表彰とすることで、この県民的にもこう関心が高まって、岩手における文化芸術活動がさらに活発になり、県全体での文化芸術活動の水準が向上するというような、県の文化芸術振興の推進にこうプラスになればということを期待しています。それから今回の岩手県芸術選奨の受賞された長澤さん、野中さんですけれども、長澤さんのこの赤石渡船場物語という郷土史ですね、大変、地域に根ざしたこの大事な歴史というものをこの丹念に調査研究しながら、またこの共感がこう広がるようなタッチで、作品にされているところが大変素晴らしかったと思いますし、野中さんはこのもう長年にわたる随筆活動でこう定評のある方なんですけれども、この、記憶の片隅にという形でこうまとめられて、こちらもやはりこう岩手に生活し、あるいは岩手で働いた、そういう、こう地域に根ざした、そういうものをベースにした、内容がまたこの共感がこう広がりやすいようなこうタッチで書かれているところが素晴らしいと思いました。ございます。はい、その他いかがでしょうか。NHK の高橋です。よろしくお願いします。はい、今日の発表事項以外なんですけども、今年の8月、日照不足が問題となっていて、で、被害が、この後どれくらいあるかということなんですけども、県内でも銀河の雫や金色の風、これから米の収穫を控える中で、岩手県としてこの日照不足がどの程度被害があると想定しているのかということと、対策を県として検討されていることがあればよろしくお願いします。はい、7月までは県としても通常の栽培管理の指導体制だったんですけれども、8月上旬から中旬にかけての低温過小、日照時間が少ないということですね。収穫適切の果に日照の照で過小、低温過小となったことから、8月17日に農作物技術情報号外低温過小対策を発表し、天候不良に対応した技術対策について指導をしているところです。
現在のところ水痘については低温と降雨によって胃もち病の発生が懸念されるという状態、そして野菜について、全般的に生育が緩慢になり、果菜類では出荷量が前年同期比3割程度少なくなっているという状態であります。その他についてはこう具体的な、まあ、実害というのはこう今の段階では生じていないわけですけれども、やはり注意深く見ていかなきゃならないと思いますし、まあ、この技術情報を参考にしながら生産者の皆さんにはこう取り組んでいただきたいと思います。なお今日の午後、今日8月21日午後、岩手県農業気象協議会幹事会を開催します。これは盛岡地方気象台さん、そして東北農政局、農研機構、東北農業研究センターとともに、県内の農業関係機関団体、そして県の農林水産部の関係課が集まって、会議を開くものでありまして、今後の気象予報について確認しながら農作物の生育状況について情報共有し、今後の被害防止対策等について協議をしていきます。現時点でなんですけども、特にこう米に関してこう品質の低下が懸念されているとか、その今の現段階の状況でどのようにこう見ているのかっていうところが、8月まだこれからのこの天候にもよるということだと思うんですけれども、まあ、そのこれからのこの気象予報についてまさに今日午後確認しながら、その農作物の生育状況についてこう情報共有した上でこう被害防止対策等についてこう協議することになります。ありがとうございます。幹事社質問の用意ございませんので、その他各社から質問あればお願いいたします。岩手日日支部社の石川でございます。はい、私もちょっと今のに関連して、まあ、日照不足に関連してなんですが、まあ、今日も具体的な会議があるということですが、まあ、県ではですね、まあ、今週デビューの、まあ、今時期の風と、まあ、控えてまして、まあ、水筒、まあ、全般はもちろんですけど、まあ、特にもこうブランド前戦略を打ち出している県としては、こういった日照低温の部分について、まあ、具体的な、まあ、経過措置なりですね、対応というのを、まあ、知事ご自身どのようにお考えかなと思いまして、お聞かせください。低温過小を受けたこう技術情報については、まあ、すでにこう発表されているところであります。今時期の風については、生産現場の方からこの育っては来ているという話はこう聞いてはいるんですけれども、厳しい条件環境を満たす中でこのプレミアムなお米として売り出していこうということでありますので、その辺のこの生育に関する技術情報と別にこう販売戦略みたいなものがまた あるわけでありますけれども、その辺はまずこう生育状況をこう見ながら検討すべきことがあればこう検討することになっていくと思います。いずれにせよこの8月上旬中旬の低温と過小日照時間の少なさということが、まあ、異常だったわけで、まあ、8月下旬はどうなるかというところで、こうその先がかなりこう違ってくるんだと思います。今現在の時点ではそのブランド米等に、まあ、被害はないという捉え方でよろしいんでしょうか。今のところ、その被害というのはこう実ってみなきゃ分かんない、あるいはこう実るかどうかっていうところをこう見極めなきゃ分かんないわけで、まだ現在はこう、まあ、生育中というふうに、まあ、私としては理解しています。はい、分かりました。ありがとうございます。
河北新報山形です。おはようございます、はい、よろしくお願いします。今日は民進党の代表選が本日から告示ということで、はい、ちょっとその中で野党共闘の今後の在り方というのが一つ論点になりそうなんですけれども、まあ、一部その前原さんは、まあ、共闘路線の修正もあり得るようなお話発言もありまして、まあ、注目されるところではあると思うんですけれども、今回のこの代表選の影響の結果がですね、まあ、野党共闘路線に、まあ、どういう影響があるか、あるいはその影響があること自体が知事ご自身好ましいと思うかどうかというところを考え伺いたいんです。うんうん、そうですね、まあ、こう今感じているところではこう野党共闘の在り方っていうのをこう論点にするとこうなんかかえってこじれるのかなと、こう自分自身の経験からもこう、まあ、その時のこう最重要課題、2年前であれば戦争法とも呼ばれた安全保障関連法違憲なんじゃないかと、そういうのを成立させていいのかっていうことでそれに反対する人たちがこう広く力を合わせるっていうのは全く自然なことで、そこにいろんな政党、さらに政党には属さないようなこう無党派とか、あるいは市民とか、そういう皆さんもこう広く大々的に結集したということがあります。ですから今何が問題なのかっていうことと、そしてどういう世の中にしていきたいかっていうことをまあ、それぞれが明らかにする中で、じゃあどういう人たちと協力するのかっていうようなことが見えてくると思いますし、ましてこう選挙協力みたいな話はこれもその時その時っていうこともあれば、また地域事情によるケースバイケースもあり、その、まあ、例えば東北についてはこう去年参院選でのこう実績もあって、せっかくそういう実績があるのをこうやめてしまえというのもこう、合理的とは言えないと思いますし、逆に東北でやれたことをこう全国津々浦々どこでも必ずやれっていうのもこうそう簡単じゃないのかもしれません。そこはもう究極的にはこうケースバイケース、この秋の補欠選挙3カ所であるんですけれど、補選3カ所であるなんていうのは年の初めにはこう予想されてなかったことなわけでありまして、そういう急な事情に対してこうどう対応するかっていうのもそこはまあある意味ケースバイケースなことなんだと思いますね。今何が大事かとか、どういう日本にしていきたいかっていうことについて言えば、前原誠二さんが生活保障ということをこの代表選のスローガンにしてて、でよく調べると党の中で1年ぐらいですか、そういう生活保障のこう組織を立ち上げてでずっとこう取り組んできたっていうのがあって、この生活保障っていうのはスウェーデンなど北ヨーロッパでこう発達した、福祉、あるいは社会保障政策とこの経済産業政策をこう組み合わせた新しいタイプのこう政策ですけど、全国知事会でも早い段階から注目し、岩手県でもかなり参考にしてきたコンセプトなので、その辺はこう、代表選挙の有権者だけじゃなくて国民全体に対してもですね、生活保障ということで一体何をしようとしているのかをこうアピールしてほしいなと思います。その辺興味関心が湧いてきている今日この頃であります。するとこの代表選の争点として、その他党と協力するかしないかということをに白黒つけるようなやり方というのは馴染まないんではないかというような考えでしょうか。そうですね、やっぱり政策本位であることが大事なんだと思います。
水島です。よろしくお願いします、はい。今の質問に関連してなんですが、まあ、現時点で枝野さんと前原さんのお二人、そして井出さんが若手を中心に出馬模索しているということですが、今ちょっと前原さんの生活保障のお話もございましたが、知事としては、まあ、ちょっと党籍とございませんが、民進党はどの代表として次はどちらがふさわしいと率直に思いでしょうか。生活保障っていうコンセプトが非常に重要で、その方向をどんどんこう徹底させていくべき、地方は地方で生活保障っていうようなやり方を、まあ、いろいろこう言葉は違いますけれども取り組んでやっていかなきゃならないとこう思ってたんで、それをやりますよっていう、 こう前原さんの主張はちょっと今グッと来ているところです。グッと来ているということは、まあ、まだ完全に前原さんの方がいいとまでは言い切れないみたいな、そういうニュアンスなんでしょうか。まあ、今日公示ということで、こうその生活保障という政策論のこう具体的な中身が、代表選有権者だけじゃなく広くこう国民にもこう提示されることを期待します。ありがとうございます。以上をもちまして、グッドタイミング。盛岡大付属の春夏、はい、合わせて発表、連続の発表ということですが、まあ、知事のお考えを、まあ、所感をお聞かせください。はい、春夏連続のベスト8ということ、大変素晴らしかったと思います。またその成績の良さプラスこの大変ドラマチックなこの試合を重ねてきたと思っておりまして、昨年の優勝校作新学院と1回戦であったり、これに勝利するとか、あとは3回戦の満塁ホームランの打ち合いを打ち合いから、勝利をつかみ取るなど、このめったにこう起きないこととか、また甲子園大会初のこうこととか、そういったことをこう引き起こしながら勝ち上がっていくっていうことは、岩手県民の皆さんにも非常に強いこうインパクト与えるようなことだったんじゃないかなと思ってまして、そういう成果を出していくような努力、去年の岩手国体、障害者スポーツ大会、このやればできるっていうのは一言で言えば大きなレガシーだったと思うんですけれども、この夏の盛岡大学附属高校の活躍もこうやればこんなすごいことができるんだっていうことを県民の皆さんに伝えてくれたと思います。今知事がおっしゃった通り、まあ去年の岩手国体、あと今年も国体が出場が決まりましたので、その辺について活躍を期待する。も国体に出るってことですよね。あ、そうです、はい、今年も、はい、いや大変ありがたいことでありますので、愛媛県は、末梢が、サイビーとああいう戦いをした後で、今度は愛媛に乗り込んでということで、またこう劇的な展開を期待したいと思います。ありがとうございました。以上をもちまして記者会見を終わります。はい、お疲れ様でした。